こんにちは。どうも、ボック監督と申します。本日もウイニングイレブン2018マイクラブ実況プレイ始めていきたいと思います。今回ですね、フランスの神童、昨シーズン、モナクで大ブレイクして今年からね、パリ・サンジェルマンに移籍した、キリアン・ムバッペ選手のね組み合わせを、公開していきたいと思います。早速、やっていきますか。はい、まずはですね、どの選手にも言えることなんですけれどもね、スカウト星4、まず、ムバッペなんですけれども、星4、金玉で総合値が82ですね。はい、レベル30時点でね、総合値が82です。で、どの選手にも言えることなんですけれども、組み合わせとしてね、まず、在籍クラブ、これをね、競り落とすことができれば、これね、オークションでしかね出てこないんですけれどもね、この在籍クラブさえ取れさえすれば、どの選手も簡単にというか、途方もないぐらいのね組み合わせが存在します。で、とりあえずね、パリ・サンジェルマンで、あとは、センターフォワードですかね、最もね、簡単に手に入れる方法は、どの選手もこの在籍クラブというのを、獲得することですね。で、プレセール、いや、プレセール、プレセールか、間違えた、プレセールじゃなかったスキルね、あ、スキルじゃねえわ、ごめん、コンピュータープレセールか、フェイントスター、これですね。はい、これで、ムバッペが確定します。はい、他にもあります、もちろんね。このパリの、所属クラブっていうのは本当に、たくさんの組み合わせがありますよね。あとは、スカウトのいらないところの、スカウトじゃないわ、オークションなしでいける取れるね、スカウトとしてスピードですね、長所スピード、おっとっと間違えたはい、これでも、ムバッペが確定します。もしくは、瞬発力、瞬発どこやろ、能力やな。はい、この辺はね、オークションなしで普通に試合でね、手に入りますね。センターフォワード、瞬発力、この辺はね。ただここのパリ・サンジェルマンだけは、やはり、オークションが必要になってきます。ちなみにオークションなしで、取る組み合わせというのは今のところ、ムバッペはないですね。はい、こんなんだとか、24歳以下クイックスターとか、本当にたくさんあります。24歳以下、クイックスターはね、オークションが必要になってきますが、そこまで高くはないのかなという感じなんですけどね。クイックスターコンピュータースタイルか。はい、こんな感じですね。で、このパリ・サンジェルマンを使わない、場合の組み合わせですけれども、まず必要ない、オークションが必要、これもオークションが必要ですね。国籍フランス、フランスの神童なんでね、フランス、国籍はフランスです。そしてこれはオークションなしで、手に入るセンターフォワード、長くやってればね、その思考の辺は出てくると思います、センターフォワードは。あとはですね、これはまたね、オークションが必要になってくる、スキル、ラボーナ、どこ行った、ラボーナあった。はい、これでも確定します。で、もう一つね、このラボーナ以外、スカウト、オークションなしでいける組み合わせがあります。これがこのラボーナだけね、オークションで必要になります。次、スピード、能力スピード、あ、ないぞ、あった、はい、スピード、で、もうこれでもええけどねこれで行きたいぐらいやわ、ウスマン・デンベレとムバッペと、あとはですね、国籍がフランス、あ、違う間違えた、リーグフランスですね、所属リーグフランス、はい、この所属リーグ、フランスっていうのもオークションなしで、試合やってれば手に入るスカウトです。はい、これがね、一応一番おすすめの、僕の一番おすすめの組み合わせですね。フランススピードは、自力で手に入れて、ラボーナだけオークションで手に入れるという、はい、こちらが、ムバッペ、キリアン・ムバッペ・ロタンの組み合わせです。はい、ちなみに能力見てみましょうか。上限レベルがね、75までいけます、上げることができるんで、
大体ね、本当に90、何分ぐらいかな、総合値10上がるのに大体ね、8ぐらい、総合値8ぐらい、レベル10上げるのに大体総合値が8ぐらい上がりますね。なのでね、レベル30か、30で8ぐらいか。だからね、大体70時点で60で、60時点で90か。で、何分ぐらいかな、90。4ぐらいまでいくかな。だし、そうですね。はい。まあ、これがね、一応、ムバッペの能力。一応、スピードがね、高いですね。かなり。どうなんねやろな。ここもね、欲しいんでね、必ず取ろうと思ってます。はい。ということで、本日は以上、キリアン・ムバッペロタンの組み合わせでした。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。